それは遥か遠いところのお話、母なる太陽と三つの惑星を持つグラール太陽系。そこに住むヒューマンと彼らから生まれたキャスト、ニューマン、ビーストは外宇宙より飛来した謎の生命体シードによる襲来を受け、滅亡の危機を迎えた。しかし4つの種族は心を一つにして戦い、激しい攻防の末これを封印した。それから3年後、グラールにはシードとの攻防の傷跡が未だ深く刻まれ、資源枯渇が深刻な問題になっていた。外宇宙への移動を可能とする亜空間航行理論が提唱され、最高の道を外宇宙への大規模な移民計画に求めた。政府、軍、三惑星中の企業は結束し、亜空間航行の実現化へ向けて動き出していた。グラールの新しい未来を願って。これだけの人数が集まってるってことは大手のスポンサーがついてるようだな。ほう、どうやらお前も傭兵のようだな。所属なしってことはフリーか。そりゃ大したもんだ。まあ場所が場所ってこともあって腕利きを集めているの。この海底レリックスはつい最近発見されたものだ。この辺りは安全なようだが、奥はまさに未開の地ってわけよ。帰ろう帰ろうって。なんだあの子供は。腕利きの傭兵のようには。ここは安全だから今からおめえ用の仕事をもらってきてやる。うろうろしたりするなよ。いいか、ここにいろ。やっぱやだ、ここやだよ。おい、何かまずいぞ。逃げろ、閉じ込められる。急げ、脱出するんだ。ちょっと待って待ってよ。起きたかってわかる？わからないよね。私もいきなりでそれどころじゃなかったし、気がついたらみんなは逃げ出してるし。ってまさか奥に進む気？無理無理、やだやだ、危ないって。ここ未開のレリクスなんだよ。ちょっと待って、一人で行っちゃうの？行くから、私も一緒に行く。あ、そういえば名前聞いてない。あんたそういう名前なんだ。あ、私はエミリア、エミリア・パーシバル。そのこれからしばらくは一緒だから。
私、武器は持ってても、実は戦闘経験なんだから、頑張って。Thank you.
登録されてるだけで戦う気とかこれっぽっちもなかったのに。だっていうのにあのおっさん、私が働かないからって無理やり連れ出して、ああなんかだんだん腹が立ってきた。こんなか弱い女の子を一人にするなんて。でしょ、やっぱりそうだよね。確かに私も仕事を襟好みして何にもやってなかったけど、いきなりこれはひどいもんね。うん、どうしたの？とにかくあんたがいれば無事に帰れるような気もするし、シードはもう存在しないからレリクスは安全だとか言い張っ、そりゃ今まで発見されていたレリクスはシード襲来があった時ばかりに、でも全部が全部そうだったかっていうとそういうわけじゃなかったんだよね。一説によるとシードの散布する素粒子に反応してだけど、同時に磁場の乱れも観測されるからどうもそれだけじゃないと。そもそもシードは3年前に一掃されたはずなのに、こうして レリクス自体が何らかのプログラム管理である以上はトリガーとなるも。あ、えっと、ない、ないよ。2階のレリクスって言ってたじゃん。こんなところ来たくもない。いい、今の説明は忘れて。どうせ私が何言ったって。え？しで、こんなこと話してる場合じゃない。
ずいぶん奥まったところまで来たけど、まだ出口見つかんないの？この周りに見えてるのって全部大型の自立機動兵器だよ。ただでさえこっち見てて怖いのに、もし動き出してきたらって。待っててね。社長さん、社長さん。お客さん、起きしたよ。社長さんも起きしてよね。
ようこそ。私チェルシー、よろしく。はい、はじめましてね。礼儀正しい人で気に入ったよ。社長さん、社長さん、お客さんがお待ちよ。まあ待てって、今通信中だ。おう、俺だ俺。今すぐ俺んとこまで来い。あ、嫌だ、甘えてんじゃねえぞ。あらあらあら、それじゃあ私から軽く説明ね。ここはリゾート型コロニー、クラト6。そのクラト6の中にある民間軍事会社リトルウィングの事務所なの。あなた、社長さんが連れてきたお客さんね。今までずっと寝ていたのよ。ぐっすり、すやすや。よう、気分はどうだ。おお、面白いぐらいわけがわからないって顔してるな。邪魔。俺はクラウチ・ミラー。この軍事会社、まあ軍事会社といっても肩書きだけでな、やってることはそこらの要人警護とか廃棄プラントの調査とかしょぼいもんばっかで、この前やったレリクスの調査、そこにもたまたま参加してたってわけだ。いろいろあってレリクス内に閉じ込められたバカを救出、その救出されたバカがお前さんだよ。しょうがねえから俺が引き取る形で一旦ここまでごし、あ、一緒にいたやつだ。あ、ちょうどいいタイミングだな。あのさ、おっさん、今日ぐらい勘弁してよ。私がどういう状況だったか知ってる？知らねえし、興味もねえから勘弁しねえよ。それよりお前、客の前でそんな面するんじゃ。え？ あ、はじめまして。え？生きてる？勝手に人を殺すんじゃねえよ。お前ほんと適当なことしか。っていうかおっさん、生きてるの知ってたんならおし。でもよかったよかった、あそこで起こったことって全部夢だったんだ。やっぱりお前ら知り合いだったんだな。よーしよーし、狙い通り。エミリアも懐いている。み、狙い通り。お前さんフリーなんだろ。ちょうどいい。はあ、おっさん、お前とは話してねえよ、黙ってろ。グググ。うちは確かに小さな会社だが、お前みたいな経験者にはボーナ、今ならいないよりはマシ程度のパートナーもつけてやるよ。へー、珍しく太っ腹だね。何、人ごとみたいな顔してんだ。え？どうだ、試験もなしでパートナー付きの仕事だ。割と破格の条件だと思うぜ。よし、決まりだな。よろしく頼むぜ。実はすでにお前用の部屋も用意してやる。おい、エミリア、こいつをマイルームに案内してやれ。ちょっとおっさん、パートナーとか勝手に来。お前、それはつまり一人で働きたい。う、そういうわけじゃ。偉そうな口は一人で稼げるようになってから叩け。ほら、命令だぞ。うん、分かったよ。それじゃあ。たっか、返事一つまともに。社長さん、怖い顔するからね。なんでろくに働きもしねえ社員に優しくしてやんなきゃいけねえ。なんで関係のないガキをそこまで甘やかさなきゃいけ。まさかエミリアと俺は家族だとでも思ってんのか。勘違いしているようだからあらかじめ言っておくぞ、俺とエミリアは家族でもなんでもねえ。ただ、そんな釣れないね。つけの代わりにお前ともども、お店が潰れる直前まで来てくれたの。私とエミリア引き取って。ああ、話が進まねえな。だが書類上
俺はエミリア。そうでなければろくに働きもしねえ。うるさ。仕方ないよ。最初は誰でもわからないことだらけよ。まああいつの過去とかはどうでもいい。正直そんなことに興味。いいか、お前さんの第一の仕事はエミ。ただ飯ぐらいじゃなくなる程度に使えるようにしてやってくれ。じゃあとは頼んだぜ。社長さんはああ言うけど、仲良くしてもらえると私も俺。さあさあお客さん。見ない顔だな。ということは私の名は久能。リトルウィング所属。ここは入社までの経歴を問われない反面、腕に自信がないのなら早々に去った方がいい。今のは軽い脅し。君が私と敵対しない限り私は君の味方だ。海底レリクスであったな。そうか、お前もここに入ったんだな。入社までの経緯は問わずと聞いていたから、不安だとすれば取り仕切っているはずのクラウチの仕事への。おっと、そんな詮索は余計だったな。一緒に仕事をする機会があるかもしれんが。
しゃいませ。終わらせて、あた、基本的な使い方の説明、あとは適当に使ってみるといいよ。ここでなら二人で話ができそうだから。
私はミカ。訳あってこの子に宿る。この姿も状態もすでに失われた技術を旧文明のものというのなら、途方もない過去にこの星を生きていた。疲れていたのでしょうね。今は浅い睡眠状態にあります。私はエミリアが安らいでいる。この些細な時間で構いません。この時代の背景などはエミリアの記憶から。3年前グラール太陽系を襲った危機、それは私たちの時代にも起こったことなのです。遥か昔、旧文明が盛ん、長い長い戦い、私たちはついにシードの元凶であるダークファルスの封印に。しかしその頃にはすでに三惑星の大地を、そして旧文明人の肉体もまた。このままでは星も人も。そこで旧文明人は賭けに、まずシードに対する強力な、次に新たな人の素体を作り合い、そして旧文明人は汚染された水、そう、新たに作り出した計画は実行に移され、作り出された人たち、旧文明人の精神が眠る場所への、もうお分かりだと思います。今このグラールは旧文明人の生み出した突拍子もない話。どうかこの忌まわしい結婚の子は心を閉ざし、確かに私は旧文明人ですが、現代への回帰、私たちは滅ぶべくして滅。それにあなたにとってなぜ縁のないはずの私、そしてあのレリクスで自立起動、あなたは生きているのでしょうか。はい、あなたの肉体は自立起動。その時エミリアの強い願いに、こうして話している。そろそろこの子が目を覚まします。詳しくはまたいずれ。あのさミカ、あのさ、自己紹介はしたでしょ。私はエミリア、エミリア・パーシバル。ちゃんと覚えてよね。お疲れ様です。それじゃあ次はマイシップの説明。ほら、ここからマイシップへ移動できるように。に仕事先に向かうための船、車用だから大事に扱ってね。そこの端末からミッションを受託することができるようになるんだけど、まあ詳しくは
後でチェルシーから聞けると思う。つまり基本現場へ向かうときはこのマイシップを使って移動するってわけ。え？ミカ？は？九分名人？って、あんたどうしたの？さっきから私のおでこばっかりジロジロ見てるけど、何か九分名の人が私に宿ってる？そんなわけないじゃん。それならなんで私が気づかないのよ。ああもう、変な出来事は私とあんたのレリクス体験記だけで十分。きっとあれもそれも全部夢よ、夢。レリ、あっとそうだ、仕事で思い出し、私のパートナーカード。私の方が先輩なんだから、きちんと敬うようにね。うわ、ダメだ、なんか気持ち悪い。ごめんごめん、今の冗談。今まで通りの感じでお願い。それにしても初めての仕事でしょ。いきなり事件に巻き込まれちゃうし。うん、細かいことはいいや。とにかく私もあんたも無事だったって。で、さあ、その、あんたがいなかったら、それに、何よりも、まあ、あれは夢だけどさ。でも、夢でも、ちょっと、あんまりきょとんとしないでよ。ダメダメ、ストップ。私の話ばっかりでずる。なんてったって、私たちは、から特別任務があるときは。